今週は元 WGP チャンピオンの原田哲也さんをゲストに迎えて、初夏の富士五湖を巡る旅へと向かう週刊バイク TV10 周年特別企画。繰り広げられるトークにも貴重なエピソードが満載です。さあ、今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さん、バイク乗ってますか？バイク乗らんで何の人生か。私がも人です、ということでございまして、私が今来ているのはもうザーッといっぱい来ておりますが、バイク人春祭り2014、この会場に来とるわけなんでございますが、なぜここにいるか。まあもちろん俺もね、バイク人書いてますし、司会もあるので来てるのはもちろんなんですが、この間のモーターサイクルショーの時にこんなことがありました。週刊バイク TV ってご存知ですか？見てますよ見てますよ、ちゃんと見ていただいてますよ。だって千葉県民です。ありがとうございます。早く僕をツーリングに連れてってほしい。はい、連れてってほしい。早く、また汗かく話でございますが近々早く出してください。僕のことをツーリング連れてってください。よろしくお願いします。こう言っとけばもう絶対連れていかなきゃいけないでしょ。はい、はい、そうなんです。ということで、今日あの人いらしてるんです。本当に来てくれるのかどうなのかを今から確かめに行ってみたいと思います。たくさんの来場者でにぎわったバイク人春祭り2014、開催されたのは5月10日の土曜日。会場は美しい森に囲まれた千葉県袖ヶ浦フォレストレースウェイです。会場と同時に試乗会受付は大盛況。バイク人春祭りを主催する A 出版のブースでは、今回もアイディアあふれるたくさんのオリジナルグッズが販売されました。こちらは各メーカーの出店ブースが並ぶ一角。訪れたライダーたちをワクワクさせる掘り出し物が並んでいました。袖ヶ浦フォレストレースウェイの本コースで行われる最新モデル試乗会は今回も大人気。保険料のみで気になるモデルに乗り放題とくれば、このチャンスを見逃す手はありませんよね。センターステージでも終日楽しいイベントが行われました。こんにちは。いました、いました。真人さんが約束を確かめたいと言っていた原田哲也さん。そしてこちらは2014スペシャルイベント、マグロの解体ショー。新鮮なマグロの握り寿司も振る舞われました。毎回必ず長蛇の列ができるのはゲストによるサイン会。その会場となった本部受付には我らが真人さんの姿も。そしてその隣には話題のこの人、原田哲也さん。さあ、真人さん、今がチャンスですよ。あの人同じサイン会でございます。ここに来ると堂々とこの人の横に座れるので、せっかくですからここのタイミングで聞いてみましょう。失礼します。はい、いきなりお疲れ様です。ございますが、原田さん、モーターサイクルショーの時に、はい、この番組に出してよみたいな話したの覚えてらっしゃいます？言っちゃいましたね、ポロッと。あれって本気にしていいんですよね？いいですよ。行きましょう、行きましょう。ツーリング行きましょう。ツーリング行きましょう、言いました。行きましょう、行きましょう。ね。にゃーん！現実に。行きましょうじゃなくて、連れてってください、ツーリングに。うわー！というお話、いただきました。やりましたね、真人さん。そしてこのイベント恒例のマジンノムによるじゃんけん大会。今回も豪華商品が盛りだくさんに用意されました。ラストは皆さんの愛が詰まったこのコール。週刊バイク TV、 皆さんありがとうございました。CM の後は原田さんと富士五湖巡りを楽しみます。
思いがけず実現した元 WGP チャンピオン原田哲也さんとのツーリング。富士山を眺めつつ富士五湖巡りを楽しみます。風が強いけど、風が強いから多分富士山が見えるんだね。そうです ね、 ね、富士山見えるとその日一日のロケがうまくいく感じがすごくするんですよね、うん、なんかこうご利益ありそうな感じしますよね。そう、やっぱ上がるんですよ ね、 ね、まあ、こうやってもう富士山のふもと来ておりますけれども、今回のツーリングとしてはですね、はい、テーマは富士五湖を巡る旅と、はい、言ったようなところで、まああのなんですかね、関東近県の人からすると、うん、ともすれば日帰り、うん、まあ、ちょっとゆっくり行くなら一泊しようかなぐらいなコースでございます、うん、まあ、富士五湖を巡ってなんかええ感じに、いやもう富士山が見えただけで、いやいやいや、もう最高、うん、いや最高だなって感じしますよね。いやもう原田さんと一緒にいるだけでもう最高。マスト君と走れて最高ですよ。やばい、そうそう、いやもうそれはもうあの耳がこそばいい。いやでもね、この感じをもうみんなと共有したいですね。ねえ、あ、じゃあバイク TV、ツーリングやりました？いえ、すげえっすね。いやでもなんかこう本当にそんな日が来たら最高っすね。5名限定ぐらいで、うわ、すごい、5名限定、すごい勢いで応募が来ると思いますよ。この番組もまあまあ10年、おかげさんで10年経ちまして、ね、もうこの原田さんと行くツーリングにしても10周年企画の目玉ですから。そんな目玉企画でやってもらってるんですね。当たり前じゃないですか、何言ってるんですか。それぐらいのおネタですからね。ありがとうございます。これ完璧ですな、まあ、本当にこういや10年やってるといいことあるんだなっていう。いや、バイク乗り出してこんなすぐいいことあっていいのかなって感じで、ね、よく言いますよ、ほんまに。お、合流ですね。走るほどに迫力を増す霊峰富士の眺め、これも富士五湖巡りの醍醐味です。いやー、綺麗だ。いや、素晴らしい、素晴らしいね。ねー、これ早く走ってると見る余裕もないからね。そうですね、ゆっくりでいいの、ゆっくりで。いいですね。いやでも本当こうなんですかね、それこそ強速、もう驚きの速度感、もう音速バトルな状況の中から、うん、もう原田さんがこうグランドレベルに降りてきてくださってですね、ツーリングするとは誰も思ってないわけですよ。富士スピードウェイで走ってたとしても、はい、富士山見ないですからね、サーキットでは。そうでしょうね、最中には。あ、ね、でも実際ツーリングこうやってすると、ね、ゆっくり走って富士山も見れるし、でこのなんていうんだろう、空気とかの温度の違いを感じたりとか、はい、そういうのもね、ツーリングならではですね。ですよね、うん、まあ、本当にサーキットだと速いが偉いだし、うん、あれですけどツーリングは楽しんだもんが偉いですからね、うん、どんだけこういろんなところを見てるかとか、うん、いろんなことを感じられるかが勝敗、うん、勝敗。原田さんのバイクってその、うん、スワラーっていう感じじゃないでしょ。ないですね、はい、ちなみにそれ車両なんですか、うん、これディアベルですね。ドゥカティのディアベル、はい、ドゥカティディアベルですね、まあ、どっちかっていうとなんかイメージ的にはホットロッドなイメージ、うん、04ドカーンとかそんな感じのイメージですけど、ね、まさか僕もね、うん、まあ、これはちょっと今候補者なんですけど、はいはい、自分のがカスタムで、はい、預けちゃってるんで、だけどなんでってみんなに言われるんですけど、はいはい、やっぱねかっこいい、見た目がかっこいい、うん、そのツーリング特性によりもかっこいいというところが重要、うん、だってやっぱり自分で持つならかっこいいのがいいでしょ。そうですね、うん、なんで、はい、まあ、かっこいいっていうのと、ええ、あとはこれはカスタムできるんじゃないかなと思って、はあ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 、で、リアベルしたんですけど僕は。なるほど、大人の趣味領域が広いって感じですか。そうですね、もうね、
自分もいい年になってるんで、はいはいはい、大人の趣味として、いろいろ遊びにはこういう遊び楽しみ方もいいんじゃないかなと思って。なるほどね、いわゆる04ドッカン直線盤上みたいな感じに見えますけど、そうでもない感じなんですか？ないですね。でそもそものこのディアベルにした理由が、ティニロバッツツーリングで2年ぐらい前かな、九州行った時に、地元の方がディアベルを持っていて、それをちょっとお借りして乗ったんですよ。なるほどなるほど。その時にその自分がしてたイメージっていうんですかね、その真人君がさっき言ったように04ドッカンのイメージじゃないですか、はい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 、感情的なイメージじゃないですか、はいはいはい、だけど乗ったらブレーキもよく止まるし、もっと言うとよく曲がるんですよ。ほー、取り回しも軽いんで。なるほど。もうこれはこれしかないなっていう特徴ですね。なるほどね、でもちなみにこうね、原田さんってその、まあ、現役引退なされてから、オートバイって何台かでやっぱり乗ってらっしゃるんですか？モナコでスクーターしか乗ってないです。え？やめてからですよね。はい、やめてからはスクーターだけですね、はい、街中乗ってたのは。そういうもんなんですか？まあ、電気中のスクーターをちょっと街中で乗るぐらいで、はあはあ、普段は乗らなくていいかっていう感じだったんですけど、まあ、10年も離れると、はあ、やっぱりもう二十何年バイク乗ってきてたんで、はいはい、まあ、恋しくなるんですよね。でも、もうね、なんていうの、あのレースの空気感というか、はいはい、世界観というか、ああいうモードでは乗る気はしないんですよ。ああ、なるほど。もう一回やめちゃうと、もうあそこには戻りたくないなっていう感じですかね。まあ、ちょっとや、今の目とそのやっぱりそれこそ現役時代の原田さんの出来って全然違いますもんね。そうですね、はい、違うと思います。まあちょっと太ったんで顔も丸くなってきてますね。いやっていうか本当にその近寄りがたいというか笑わないというか、そういうイメージですよね、イメージは、いや本当にこうなんかちょっとやっぱ恐れ多い感じが。いやーね、あの生意気だったんですよ。いやーここ2年ぐらい僕日本でこういう活動してるじゃないですか、はいはい、最初の時のそのイベント、はい、バイク人のイベントとかってほぼほぼ声かけてもらえなかったんですよ、みんな。だって声かけれないですよ、マシト君の周りには人だかりができるんだけど、そう僕の周りはね、なんかドーナツみたいに穴開いちゃうんだよね。いや当たり前ですよそれでもそれがやっぱり2年ぐらいこういろんなイベント出させてもらったら、はい、だいぶ距離感が近づいてきたんで、でもこうなんですかね、改めて、行動にリターンして、オートバイにリターンして、こう走る日本ってどんな感じですか？やっぱ綺麗ですよ、道もいいし日本は、はい、でこの富士山だってね、絶景じゃないですか。確かにね、ヨーロッパはヨーロッパでまたね、はい、違う感じですけどね、信号が全然なくて、はい、走りやすいっていうのありますけど、はい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 、はい、景色も確かにね、日本と全然違うっていう。いやでもそうやってね、今現在だから原田さんって日本在住じゃないじゃないですか。はい、モナコでしょ。そうですね、もうね、モナコはね、16年かな、98年からだから、時々こう、日本にも帰ってらっしゃいってますけど、一旦離れると、もうね、なんて日本っていい国なんだろうって思います。全てがもうサービスにしても何にしても最高ですよ。もうかゆいところに手が届くっていう感じですね。年間今どれぐらい帰ってきてらっしゃいます？4ヶ月から5ヶ月ぐらいですかね。あ、そんなに帰ってきてくださってるんですね。そうですね。もう一つやっぱり僕的には夢なのは、ツーリングの先にちょっとだけでもサーキットトレーニングですよね。ああ、なるほどね。やっぱね、サーキットを走ると、はい、
ストレス発散になるんで、一般道を、ね、飛ばさなくなると思うし、やっぱりサーキットである程度限界付近、自分の限界付近で走ると怖さが分かると思うんですよ、はい、確かにね。でこの一般道でそれを試そうとすると、はい、例えばじゃあコースアウトしました、もうガードレールですよね、はいはい、でサーキットだとコースアウトしてもセーフティーゾーンがあるんで、確かに安全なんですよね。確かにね。だからそういう限界とか、まあ、バイクの挙動とか、はい、自分のその中での限界っていうのを一回サーキットでね試してもらえば、はい、もうね行動では怖くてできなくなると思います。確かにね、うん、できなくなるとか飛ばさなくなると思います行動で。そうなんですよね、うん、で僕らはやっぱりバイクの怖さも分かってるし、はい、危なさも分かってるんで、はいはい、だから行動ね飛ばさないんですよ。確かにね、何かあったときにもう終わっちゃうんで、うんうんうん、僕、ね、ソロでツーリング行って、はい、まあ、このぐらいのペースで走ってるじゃないですか、いつも、はい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 、そうすると、ものすごい勢いで抜いていくことがいるんですけど、はい、でその先のコーナーで、パニってて、で結局はまあ曲がれるんだけど、でももうちょっと行ったらやばいよねっていう、こう何台も見てるんで、そうですよね、うん、そうなりますもんね、どうしてもね。うん、だって知らないコーナーにアプローチしていくのに、そう、その速度レンジで行って大丈夫みたいな、結構いますもんね。サーキットじゃないしね、それと。そうなんですよ。ちなみにその、今日の、装束はどちらの装束なんですか？僕はこれ全部兵藤さんで。なるほどなるほど、兵藤さんで、お世話になってるんで。なるほど、なるほどなるほど、でその消防士さんが着る、はい、配下服と同じ素材で、うん、下から下のなんていうんですかね、その裏地を作ってもらって、はあ、うん、ちょっとねマフラーのところが熱くなるんですよね、ギアで。なるほどなるほどなるほど、うんうん、あれですもんね、プロテクターもしっかり入ってるやつですもんね。入ってるし、僕はチェスト胸も入れてます、はい、強風プロテクター大事ですよね、うん、なんかいろいろ聞いたら高原因がやっぱりその、まあ、一番は頭部ですけど、はいはい、その次に胸部だって言って、胸部がだいぶ追いついてきてるって、うん、その頭部に、うん、はい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 、聞いたんで、うん、これはちょっと胸部も入れとこうと思って、うん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 、でやっぱり僕らがやることによって、はい、一般の人もやってくれたらそれはそれでも嬉しいなと思うので、僕は胸部を、うん、プロテクターを使うようにしてますね。まあ、そんなこと言いながらずっとこう森の中を走り抜けてきております。こう富士山のこう何合目ぐらいですかね、3合目ぐらいをずっとこう横に走ってきた感じですかね。うん、さっきだって一番寒いところで15度で今18度ぐらいまで上がってきましたからね。そうですね、うん、もうやっぱりこうアルペンルートっていう感じではないですけど、うん、結構ええ感じですよね。止まりもせずにずーっと走ってる、ね、信号がないですね、そういえば。はい、ね、信号全然、まあ、いいじゃないですか、この道バイクで。いいですね。まあでもトンボこれね、ちょっと一歩間違うと、うん、雲が降りてくるんですよ、この道。あ、そうなんだ。そう、そうするとね、うん、雨が降ってるわけじゃなくてビチャビチャになるんですよ、この道。今日は大丈夫。今日は大丈夫。今日は大丈夫。今日はだってもう原田大名人ついてますから大丈夫。もう全然。雨男だけどね。何言ってるんですか。全然平気。もう余裕ですよ。いやでもほんまに今日は天気が良くて最高です。ね、最高だね今日。暑くもなく寒くもなく。富士山もよく見えるし。そうですよ。ね、もう絶好のツーリング日和、ロケ日和って言えって言われますけど。いやツーリング日和です。今日は暑くて。ドレクターすみません、楽しんでいいって。まあ、本来であればなんかどっか一箇所止まるみたいな話してましたけど、関係なしに走ってますから。原田さんの気さくな人柄に真人さんの緊張もすっかりほぐれたようですね。まあ、今回走っているのはですね、富士山の裾野の、御殿場から時計回りに回っていくと、で最終的には山中湖で終わりにしましょうみたいな形のルートですが、富士山の南麓を走る富士山スカイラインをたどってきた2人は、北山インターチェンジから国道139号線へ、富士山の西側を北上し、富士五湖の一つ本栖湖を目指します。
CM に続いては週刊バイク TV10 周年記念プレゼントのお知らせ、気になる新車情報もお届けします。5月14日スズキワールド新宿にて V ストローム 1000ABS の新商品説明会が行われました。出力、トルク、燃費効率など様々な改良が施された V ストローム 1000ABS。 報道関係者が待つ会場には株式会社スズキ二輪の浜本社長とともに登場。恒例のハッピーパフォーマンスに続き、その概要が紹介されました。ただいまご紹介いただきました鈴木二輪の浜本でございます。それでは V ストローム 1000ABS を発表させていただきます。発売日6月の4日、価格は140万4000円、計画台数500台、え1000台を計画台数は500台でございます。カラーバリエーションは赤、黒、白、3色を設定させていただきます。ラゲッジケースセットが8万円引きになるクーポンがもらえるキャンペーンも実施。詳しくはスズキの販売店までお問い合わせください。それではここで週刊バイク TV10 周年記念プレゼントのお知らせ。原田哲也さん、真人さんのサイン入りバイク人オリジナル T シャツ L サイズを3名様にプレゼント。ご覧の宛先にご希望のプレゼント名とご意見ご感想を添えてご応募ください。原田さんの一言をきっかけに実現した10周年特別企画、会話も弾み楽しいツーリングのスタートとなりました。風は爽やか、お天気も上々、スペシャルなツーリングはまだまだ続きます。来週は絶景ゾーンに突入、原田さんも富士五湖の眺めを満喫します。お楽しみに。